花田岳ですということで、このもう夏が終わって秋が始まろうとしているこの季節、9月10月皆さん食べたいものあるんじゃないでしょうか。そうですね、油物ですね油物食いたくないこの季節。とんかつを食べたいなと思って、今回は、まあ、久しぶりの企画なんですけど、あれもう3年ぐらい前かな、で揚げ物の中でもとんかつが大好きなんよ。なんかよくあるのがさ、なんか何々に勝つためにとんかつを食べるみたいなのあるとか、か受験の前とかさ、なんか試合の前とか、なんかそういう時の思い出のイメージがあってすごい好きなんやけど、今回は久しぶりにとんかつ3日間生活やっていきたいと思います。何してんの、ガシャガシャガシャしてるな。新しい靴買ってんけど、これ見て、今なっちゃんが俺が新しく買った靴のなんか紙くずみたいなんで遊んでた。これ新しく買ったの、え、可愛くね。ほら、ナイキやねんけどさ、ナイキと G ドラゴンのブランドのコラボやねんけどさ、色全部違うね。めっちゃ気に入ってます。中もこんな感じでめっちゃ可愛いっていうもんね。抽選やったんやけど、まあ、見事に外れてね、見事に外れて、あのちょっと高くなってるやつ買ったマジでふざけんなよ転売や、ほんまに。最近ちょっとお気に入りの靴を買いましたっていう報告でした。今日届いてるこれで、今回やっていきたいのが、まあ、とんかつ3日間生活なんやけど、1日3食やね、朝昼晩朝昼晩で給食になるのかな、合計給食でそれぞれ違う店舗、まあ、自分で作ったりとかしてもいいねっていうので、まあ、ちょっととんかつ3日間食べたら果たしてどれだけ太るかかな。油分めっちゃ取るし、ちょっと想像つかないんですけど、まあ明日朝起きた時点からとんかつを食べ続けて3日後に、まあ、むくみそうやな顔とかね、まあ、あとはあれやね、こんだけ好きやのに3日間食い続けたらさすがに嫌になるかなっていうので、まあね、ちょっと久しぶりにね、ザ・ YouTuber っぽい感じの企画をやっていこうかなと思います。というわけで、早速やっていきましょう。カキカキショー、おはようございます。ちょっとね、とんかつって俺そもそもそんな普段食えへんのよ。で俺でもマジで普通にほんまに友達と飯行くってなった時に、とんかつ行かねって言ったこと一回もないかも。あ、違うわ、前動画で言ったけど、あれよ、昔働いてる時、病院警備員してる時は、そっから一番近い飲食店が、あの、カツ屋とかやったから、それを先輩によくお使いで頼まれてて行ってた。まあでもね、ちょっとね、普段食べれる、サクッといける、とんかつだけに、場所に行こうかなと思って、かまど屋もありやな。え、ちょっと待って、かまど屋ありやぞ。いや、普通に俺今さ、コンビニのとんかつってどうなんかなと思いながら来てたんや。かまど屋ありっすね。ちょっとかまど屋にするわ。すいません、とんかつってあります？とんかつはない。かまど屋にとんかつはなかった、なのでローソンにします。ちょっと待って、ローソンにもとんかつがなかった、セブンイレブンにします。セブンイレブンにもなかったということで、今回ね、あの1食目からマジかよってやつやねんけど、重ね屋っていう一番大阪で評価が悪かったとんかつ屋、いや、ここをあえて選んだんじゃなくて、選んだ場所がここやったっていう。で、普通になんかないかなと思って、重ね屋っていう店あんねやと思って調べたんよ。え、マジで Google 評価がね、マジで 1.0、 すごくない？なんか何店舗かあって 1.0、 2.1 とか 2.5 とか 2.2、うん、違う、今さ、口コミなんて書いてんのかなって言ってんのか。スタッフが犯罪者。ちょっと、どういうこと？車両で歩道、走行、車道、逆走、歩行者多いところに無に突っ込んでくるデリバリーサービス。あー、なるほどね。届けるデリバリーが荒いってことか。あー、でもなるほどね。フランチャイズ知れてます。少し研修して、あとは適当、衛生面ゼロ、客対応ゼロ、モラルゼロ、クレームしても個人店と変わらないので解決でゼロ、ヤンキード100。すごい嫌やな、1店舗目から。この低評価の店に一発目から当たってしまうことなんてあるんですか？あ、最悪や。そういうことか。キャベツついてないと思って、キャベツトッピングしたら、キャベツめちゃくちゃ入ってた。いただきます。あ、低評価のとんかつ屋さんどうなのか。断面はこんな感じ。あ、衣が多い。若干多い。え、マジで言って、別に普通の美味しいよ。うん、キャベツがちょっと水っぽい。うん、は
歯会いたかった今。最近さ、虫歯治療ずっとしてんねんけどさ、前にさ、通ってる歯医者で、なんか急に次、30万か40万持ってきてね、みたいなことがあって、これって歯医者って普通なんっていうのストーリーに投げたら、みんなが、いや、おかしい、早くそこやめた方がいいみたいになったから、歯医者変えたんよ。で、今、新しい歯医者で ずっと治療していってんねんけど。そう、それで、結局、30万で40万になって言われてたとこが、まあ、その、ものにもよるよね、もちろんね。保険適用外とか、適用内でもちろん変わるけど、でも1万5000とかだった。安ーと思ってて、マジで歯、俺ね、多分痛み強い方やと思う。我慢できるタイプやねんけど、なんか歯とかそういう視覚過敏的なこうジーンってくるあの感じすごい苦手。もうやだ、行きたくない。けど今ここに親知らず生えてるって言われて、親知らずの治療をどうもしますかっていうので一旦持ち帰りますって言って、いやお前治療しろよって絶対みんな思うかもしれんけど、一旦持ち帰りますとか言って、それせえへんやつ、検討しますっていうやつ、行けたら行くっていう友達同士の あのノリで言ってもたけど、が仲よな。でもほんまにマジで思うんは、その歯医者も含めて全部のことやけどさ、ちゃんとしようと思ってるのはマジでファンのおかげ。これ本当に作ってるとかじゃなくて、見られてるから、みんなが見てくれてるからこそちゃんとしようとかさ、あとはなんか動画で言っちゃったからやらなとかっていうので、なんか俺にとってのこうやっぱモチベーションになってるんよね、動画というかみんなが。それはすごい、俺は助かってるマジで。緊張してる範囲や、さすがに緊張しますよ2ヶ月ぶりっすもん。いや2ヶ月ぶりも危なくなかった、かけてなかった2ヶ月ぶり大丈夫やったか。大丈夫行きましょう。めっちゃ久しぶりやな。いやそうっすね。いやてかまあ俺が忙しかったからさ、バッタバタしてたやん。そうっすね、過去1レベルぐらいじゃないですか。それさ、入社して今何年、1年2年ぐらい、2年ぐらいですね。2年ぐらいやろ、はい、ずっと言ってない。ずっと言ってるやん。ボジョレ・ヌーボーみたいなもんやん、ほんまに。毎年更新してってるみたい。いや毎日やん。いやなんで、今日は昼飯はベタなとこで言ったら、最近行ったけどカツヤとか行きますか。はい、じゃあちょっと昼飯カツヤに向かいたいと思います。シンガポールとか行ってたからね。やっぱさ、俺もカットずっとしてたからさ、いつもと違う素材のカットってやっぱりおもろいよな。いやめっちゃおもろいです。カットってか編集めちゃくちゃおもろいです。あ、面白かった。はい、ファーストクラスのやつ。いやめっちゃおもろいですね。はい、ということで、今回はルベアあっさり系行きたいなと思って、カツの中でもおろしカツ定食税込み935。まあまあすんねんな、カツって。いただきます。なんだろう、あっ、これポン酢やめっちゃさっぱりしてる、うまっ。まあやっぱ店のとんかつうまいな。ああ、撮影が2ヶ月ぶり。はい、最後何やった？岡山ドライブスルーです。あれ最後？あれ最後です。マジで？マジです。大変やったけど、でも俺からしたらもう色あせた思い出がだいぶ前すぎて、日々いろんなことしてるから。いやそうっすよ。岡山城とか行ったやつ。あ、そうです。岡山城行きました。ちょっと滑ったやつ。じゃあそういうこと死んでいくや。死んでですか？うん。タイミングでまた。あ、行きましょう。いやさ、今度遊びに行きましょうみたいなさ、思ってないやん。いや僕一回も行ったことないんで。プライベートでも？いやプライベートではありますよ。あるの？なんかガチガチのそういう瞬で入ってみたいな。ありますね。マジで？あります。なんかちょっと、あ、いいですか？うん、階段話。9位コマトンネルって知ってますか？うん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 。あそこに学生の時に行って、9位コマトンネルマジで怖いやつやん。でもあれや、入られへんくなかったが、無理やり入ったんですよ。あ、はいはいはい、学生時代のね。そうですそうです。しかもあれか、今もっと閉鎖されてるけど、当時はもうちょっと入りやすかったの。あ、上からもの頑張って登れば入れたぐらいです。あ、なるほどね。湯泣き飛んでるみたいなもんか。あ、そうですそうです。入って調子乗ってて、でその友達の家泊まったんですよ。うん、ああ、え、話下手すぎん。楽しみすぎました。ちょっと話下手やんって。2ヶ月とかじゃない、下手なやつやって。え、あれね、とりあえず上から
入ったと、はい、入って、あたり見ましたけど何もなかったと、あ、何もなかったです、あ、何もなかった、何もなかったです、何もなかった、あ、じゃあもう何もないわで帰って友達に泊まった、大丈夫大丈夫です、はい、友達と別々で寝て、僕ちょっと怖くて寝れなくて、別々っていうのは友達が寝室で寝て、僕こたつで寝てたんです、うんうん、でガチャって聞こえて、うん、絶対誰も帰ってこないはずなんですよ、うわと思って、うん、来たわ、でとりあえずそのこたつの中隠れたんですよ、部屋めっちゃ物色してるんですよ、もうなんか開ける音とか、うんうんうん、この枕元で歩く音とか聞こえて、うん、僕普通に不審者入ってきたと思って警察電話したんですよ、うんうん、ビビってるから声出せなくて、うんうんうん、めっちゃちっちゃい声で助けてください、うんうんうん、でも警察がなんてみたいな言ってるから、うん、もう切ったんですよ、もうこれもう行くしかないと思って、うん、バーって出ても誰もいないんですよ、うん、でも部屋めっちゃ荒れてるんですよ、うん、でお母さん出てきて、うん、どうしたんやこれみたいな、部屋ほんまにぐっちゃぐちゃで、うん、まあそれで、ことなきことを経て、終わりました。ことなきことを経て、終わりました。何だ、それは結構。いや、わかんないですよ。まあ、キウイこの飛んでるマジって言うからな。だって、俺、あの、ヒサがあのよく言うさ、あのエピソードの友達と4人で行って、ヒサと友達はこのトンネルの前で待ってて、でもう2人は中入っていって、全然新やつが入っていって、あいつは大丈夫かなと思ったら、もう1人がもうちょっと気おかしくなって、はい、ブリブリブリみたいな帰ってきて、じゃあ、なんか奥行けば行くほど、2人で行ってるはずやのに、あの足音が1つ、2つ、3つ、4つ、10、50ぐらいは、ダダ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 って。あそこの記憶ないねんって。あ、そうなんですか。ガチなの。あ、ガチなんですね、うん。確かめっちゃなくなってるよな。っていう噂っすね。噂じゃなくてガチじゃない。あ、ガチなんですね。事件で出てくるんじゃない。へぇー。食い込んでる。なんか。でもなんか全国的にじゃなくて、地元のやつはマジで近づくなったんじゃない。いや、そうっすね。それこそ俺、あの、東大になったから、地元はみんな行ってたから。はい。お疲れ様でした。はい、今日の晩ご飯はこちら懐かしの赤丸食堂にやってきました。この赤丸食堂って超デカ盛りの店で、なんかね、その天保山カツみたいなのがあって、とんでもない量の、デカ盛りのカツなんで、ちょっと一個ぐらいこういうの頑張って食べようかなと思うんで、中に行ってみましょう。はい、今日の晩ご飯は松の屋に行きたいと思います。あ、てかこれもしかしたらあの素材挟んでるかもしれへん、あのさっきどっかだっけ、赤丸食堂に行くかもみたいな、ちょっと今日撮影できなかったんで、許可取れなかったんで、ちょっと急遽変わります。なので松の屋っていう、俺が学生時代とか社会人時代に食ってたあれやね、松の屋か。最近こういう下ネタで言うとさ、最近虫さんとコラボした時のサムネにさ、母乳かけてるみたいな、あ、知ってる、あ、しますします東海の、はい、あれ、うん、ちゃうな、母乳ガチ勢に一人バリめちゃくちゃ長文で怒られてるけど、だからそういうところでさ、なんか視聴者のこう差を感じるよな、そんなん通じひんねやみたいな。いや確かにそれはそうですね。めっちゃ混んでる。いや、めっちゃ混んでます。うまそうやな、懐かしい。でもそれやったらあれ行きたいわ、牛カツみたいな、知ってる。あ、してますします。牛カツは大丈夫なんですか。どういうこと？トンカツに入るんですか？あ、そっか、どうなるね、どうなんですかね、トンカツカツでもなくなるのか、そっか、はい、とりあえずちょっと並びましょう。はいはい、ということで今回はまあ晩飯ということで、ロースカツ定食とダブルロースカツ定食、はい、を注文しました。で、コウチ君は別で何だっけ、カツ丼か、カツ丼です。うまそう、普通に。ヒトさん、カツ丼はセーフじゃないですか？確かに、そっか、カツ丼はいいでしょ。今のところ俺ちょっとあの正直言って、はい、おかしくなっちゃう。ずっとこれやから、もう本当にナウシカのオウムに見えてきた。確かにカツ重あるから、そういうのも視野に入れましょう。はい、トンカツやもん、カツ重、カツ重、はい、さ、最近外国人めちゃくちゃ多いなみたいな話してる、この店海外みたいな匂いする。いや、めっちゃします。わかる、めっちゃします。だからほとんど店員さんもお客さんも含めて価値と海外の匂い。いや、そうっすね。でも最近まで海外行ってたやんか、はい、もう本当に異国の味なんかちょっと今楽しい気分になってる。海外来たみたいな。ソースめっちゃある。中濃ソース、特製ソース、人参、まあ、どれしようか、すだち、
マンコプロプシモンマジっすか、懐かしい経験自体を思い出す。松の家か勝家があったんや、はい、病院の近くになんでどっちもとんかつ屋って話でもあるけど、まあ、いわゆるあの時代が下積み時代というかな、はい、俺のあ、で、なんださっき動画回ってないところで話したら話しないみたいな。翔さんにちょっとマジで感謝してる話があって。ほんまにあって翔さん、まあ結婚についてとか話すじゃないですか。まあ、話すかな、たまに翔さんが、俺は結婚しても彼女のように扱うみたいな話よくされるじゃないですか。してたんかな。はい、よくしてるんですよ。で、僕正直そんな無理やと思ってたんですよ。奥さんになっちゃうみたいな。そうです、そうです。よく言うのはあれやな、ママって呼んじゃうみたいな。呼んじゃってましたね、はいはいはい、あ、そう、僕呼ぶ派やったんですよ。で、そんな無理やって自分に言い聞かせてて、今思ったら一回やってみようと思って。あ、その呼ぶっていうの、呼んだりとか、うん、それこそ翔さんがよく言ってる洗濯物を分けたりとか、うんうん、お風呂一緒に入れへんとか。はいはいはい、あ、それあのね、分からない人のために説明すると、同じ匂いをしてたら異性として見られへんくなるみたいな。だから洗濯物分けたりとかめんどくさいですね、はい、あとお風呂入れへんとか、普段裸でうろつくへんとか、そういうことを心がけてたら意外と異性として見れるようになるみたいな、住んでるみたいなっていう説明をしてんな。はい、マジでその通りです。え、やっと、もうやりました。そっから2人でデートとかも何回も行ったり。ほんまに、いや、ガチなんすよ。ガチガチなんすよ。作った話じゃない。いや、違うんすよ。2ヶ月かけて。いや、違いますよ新婚生活ぐらい今ラブラブに。え、ほんまに。いや、ほんまに戻れて。こんな竹焼き賞がなんかそういう効果もあるんですか。いや、ありますね。しょうちゃんは普段見てる人も思ってると思うんすよ。結婚したらそんなうまいこといかへんって。いや、全部言い訳っすね。今かろ、全部言い訳にっす。あ、じゃあ待って、言い訳ないよ。なんか自分がうまくいってないことを他人に押し付けたりとか、多分その YouTube とかもそうだと思うよ。いや、叩くやん、そんな仕事でみたいな。あ、はい。で、それって言うたらさ、真っ当な、じゃあ大学に行って真っ当な会社に入って普通にしてる人からしたらさ、嫌やん、こんな別の形で、しかもなんかちょっと人いびられて仕事でうまくいってるっていうのが不都合というか、逆に それでうまくいかれたら俺はこういうちゃんとしてきたのみたいな、はい、なんかだからできてないだけで思うんだけどっていう、結構か話したらな、甘く見てるみたいな言われてるけど、はい。うまい。カツの国の花さん、うまいっつってさ、調べてくれてる。1日でこんな感じですね。タイミングがあればザ・トンカツ以外のものも食べようかなっていう感じで、はい、1日目終了です。ちょっとマミーって合うんですか。え、ま、マミーって合うんですか。マミー、トンカツっていうのはマミーじゃない。違うでしょ。違う。2日目なんですけども、たき焼きショーのいつものルーティーンというかさ、やってることないけど、前まで俺の家でスタッフが作業してたよね。で、スタッフ用で別でオフィス借りて、家にあったそのスタッフの作業部屋を俺のジムのトレーニング部屋にしてんけどさ、え、紹介したことあったっけな。で、サンドバッグ買って、サンドバッグ買って、すごくない。そうっていうので、毎朝の日課として、え、でもめっちゃ体にいいと思うよっていう筋トレを毎日やってます。で、ここでモザイクやけどね、え、見晴らしがめちゃくちゃいいんよな。これ朝コーヒーとか飲んだりしてる、たまに仕事してる。で、本日の朝飯、いや、これがもう大阪で買えるんですかっていう、はい、味噌カツヤバトンです。ヤバトンって何やったっけ。え、名古屋やんな確か。このとんかつに味噌をぶっかけると。それで言ったらさ、昔あれやんな、この間コーヒーとかもさ、名古屋にしかなかったもんな。俺だから覚えてるもん、昔名古屋にライブかなんか見に行って、誰のライブだったかな、ビーズのライブだったかな、見に行った時に、おっ、コメダあるやんみたいな、コメダちょっと寄ってこうぜみたいな、愛知名古屋というかコメダコメダみたいな感じで行ったん覚えてるもん。それがもう大阪
かってくれるんです。いただきます。あーでもやっぱ店で食う出来たて感の方がうまいけど、でも味は全く一緒、美味しい。YouTuber 不健康なイメージあるけど、意外と規則正しい生活してるでしょ。うん、そのうまかった。はい、昼飯は本格蓬莱亭にやってきました。蓬莱亭ってさ、どうなるの、関西しかないんかな。なんか昔からコテコテの CM が流れてたってイメージ。蓬莱亭みたいな、てん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 、蓬莱亭みたいな。え、これってローカル CM なのかな。とんかつ KYK。 あ、やっぱ関西を中心になるの。ごめん、じゃあ関西人以外何言ってんのって多分みんな思ってたやろな今。2日目お昼も結局このタイプのとんかつです。こうなっちゃうよね。俺入って思ったけど高級とんかつ屋っぽい。確かにそうっすね。ヒレカツとんかつで1460円。上に乗ってるあられみたいな。こんなん高級とんかつ店でしか出てきへん。これでも美獣院なめっちゃピント入ってない。めっちゃ早いっす。やばいっす。GH7。やばいっす。そっか、初めてか。初めてっす。変えてから。はい。皆さん、あ、これ他の動画でも言ってるんですけど、カメラ変えたんで。え、しかも編集中って音質とかもいいっけ。音質めっちゃいいっす。あれは画質は。画質もめっちゃいいっす。あんまり。もう音質にびっくりしましたね。あ、そうなの。車内が。あー。カタカタカタって。前のやつだ。そう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 。KYK バカうまい。ごめん、超えました。あ、超えました。昨日の早竹松村か。はい、超えました。でもさ、編集とさ、撮影どちらが好き。編集っすね。なんで一人じゃないですか。違う、どういうこと。いや、撮影ってなったら、うん、やっぱ緊張してんな。緊張します、うん、緊張してる、はい、伝わる、それがみんなに。でも一番コメント欄見るタイプ。一番見ますね。一番見るよな。めっちゃ気にしてるってことなの、ね、かもしんないですね。怪しい人のことも気にしてくれてるよね。あ、そうですね。言うたら俺のこととかもこのコメントはみたいな。先やんか、いい意味でも悪い意味でも。いい意味でも、どっちでもいい、悪い意味でも。だって結構チェックしてるっぽいからさ。結構見てますね。ちょっと待ってください、うん、うわ、パッて言われたら出てこないですね。ちょっと出てこないかもしれないです。で、結局ないんや。結局ないっすね。ない。おもろすぎだよ。質問に対してないですね。冷静に考えてて出てくるかもしれないですけど。あ、今は今はちょっと出てこないです。絶対今日家帰って寝る前とかにめっちゃ思いついちゃう。いや、めっちゃ思いついちゃうんすよね。あ、こういうの含めて編集がいいんや。そうっす。終わるのが惜しい。あ、マジっすか。いいぐらいうまい。お風上がりの炊き焼きです。今日の晩ご飯は自家製とんかつ作っていきましょう。結局ね、自分で作るものがね、やっぱ美味しいじゃないですか。愛情がこもってるというか。僕はね、そもそもね、人の手料理が大好きなんですよ。人の手料理が大好きって言い方ちょっとキモいかもしれんな。前もね、動画で言ったかもしれんけど、お弁当とか大好きなんよ。例えば彼女が作ってくれるお弁当とか、あの彩りとかさ、気にしてくれたりするやんか。そういうのも含めて、なんか、うわ、かわいいってなんねんな。なんかこう、やってくれてんなみたいな。ということで、こちら豚肉に鶏肉をつけましての卵を溶きましての卵をつけましてのパン粉いきます。うわー、めちゃくちゃうまそう。
成しました。見てください皆さん、めちゃくちゃうまそうじゃないですか。いただきます。お風呂上がりのとんかつ。うまい。やっぱ自分で作ったのはうまいっすね。ようやく新しい iPhone を購入しました。動画公開する頃には届いてんのかな。10月中旬ぐらいに届くみたいで。てかもうマジだるいよな。いや俺だからその熱くなるみたいな言ってたやんか前に。めちゃくちゃ iPhone 熱くなんねみたいな。そう、じゃあみんなもさ熱くなるってめっちゃ書いてたからさ、 DM とかで送られてきてたから、私も熱い俺も熱いみたいな。それやのに iPhone ってそういうもんでしょみたいな。毎回バグあるやん。意外と13がいいとかさ、進化するたびに別に良くもなってないよな iPhone って。しかもサイズ変わってるからまた iPhone ケース買い直さなあかんし、めっちゃ気に入ってたのに。しかも分からんけどなんか iPhone 買いたての時って、なんか出たての時ってさ、そのサイズに合った iPhone ケースってなんかあんま出てないよな。可愛い iPhone ケースがいいのにさ。うん、ごめん、ごちそうさまです。おはようございます。最終日です。オリジンのとんかつ弁当、今日で最終日。もうこのビジュアルは見飽きました。見て、最近なっちゃんがさ、うちのなっちゃんがさ、保険証更新ってなってんけど、かわいすぎんか、さすがにさ。夏かわいくない。竹谷夏くんって呼ばれるねんで、病院とか行ったら。はい、本日最終日のラストを締めくくるのはこちら、弥生軒。ご飯食べ放題の弥生軒、久しぶりに来た。いや、よく銭湯行ってる時にめっちゃ行ってた。あ、そうなんすね。あれや、あの延屋の横にあったやん。ああ、はい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 。暗くね。めちゃめちゃ暗いっす。一瞬閉まってんのかなと思ったよな。そうで、バスケーション多分あんのかな。どうなの、本月か初中かみたいな。よいしょ。はい。つい久しぶりだ。だから今回食べるのがロースとんかつとエビフライ定食ですね。なんかとんかつだけっていうのがなくて、エビフライ込みみたいなやつなんで、これをいただいていこうと思います。ちょっとエビはダメです。え、エビはダメです。あの、本気で怒る顔やめた、はい、あ、2個あるんで。2個あるから、そうやな、はい、比較的にあかんな、はい、厳しいな。担ぎ牛もあかんとか言われるしもうね、断面見て分かるようになった。3日通して、どう、フォーカス合ってる。合ってますよ。脂身多いよな。あー、からしは初めてかも。からしソースかな。いただきます。まあ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 、下超えてるかもしれない。とんかつ自体は超えてるかもしれない。あー、俺やっぱ何やったっけ、 KOK が一番うまかったな。あ、マジっすか。うん、そうやな、結構圧倒的かも。マジっすか。うん、 KYK で、和子、あ、松根もうまかったな。久しぶりじゃない、3日間お店どうこう。いや、もうめっちゃ寂しかったよ。いや、だからちょっと張り切りかけたよ。スルーしてくださいよ。がっつり噛みました。でもさ、分からんけど、俺別にそんなにいじる
キャラじゃないんかもしれん、分かれへん。ただいじりざる応援人が多すぎる周りに。いや多いっすね。多いよな。多いっす多いっす多いっす。いやそれはちょいちょいちょいみたいな。あれやな、虫さん編集してたよな。あ、しましたよ。虫さんなんかさ、裏方にも会いたいみたいなくだり覚えてる。それ今僕話そうと思ってましたで、その話題が出た時に、あそこカットしてた。いや、カットしましたよ。で、おおって思ってた。いや、もう正直言っていいですか、うん、あ、俺やな思ってました。いやいや、もう絶対に違う、ミキサやったやん。いや、ミキサさんです。でも悔しい。いや、めっちゃ悔しいっすよ。まあ、いくらね、昔から YouTube ね、手伝ってもらってたとはいえ、まあまあ、僕からしたら新参者っすよ。さ、はい、僕からしたらね、逆にね、はい、空白の8年間ぐらい。や、そうそうそう、追っていったら、ああ、いつかって思った。マジ僕でやってくれと思いました。絶対ないやろ。いやさ、逆にさ、誰に一番会いたいとかない？1人しかいてないですか？このリリースね。あ、そう？あ、普通に会いたいっすよ。なんでなんですか？え、めっちゃ可愛くないですか？うん、そういう下心で。いや違いますよ。ちょっとそうなんだ。普通にこう見るだけでいい。いや、もう見るだけでいいっすね。お疲れ様です。ということで今回、活終了しました。なんか謎に最近3日間が続いてるんで登場したくないですね。やっぱ3日間ってプライベートも奪われるから。あ、はい、食生活って楽しみなわけよ。なんか最後になんかすぐからだな文句言ってるみたいな。じゃあそうなんよ。俺のね、1日の楽しみって食事終わった後のご飯食べながら録画してたテレビかネットフリ見るかのどっちかな。やしかも同じ縛りはやっぱきついな今回。あんま変わらんかったから見栄え的に結構細かい違いがあるんですよ、食べてる中でも。はい、そんな感じでございました。今回の検証は、何キロ太るかなんで、最後にそれを見ますけど、ちょっと見てこの動画を終わりたいと思います。こんな感じの久しぶりのとんかつにかかる生活。どうしたの？1位はどこですか？ね、そんなさ煽りみたいな口調。いや気になる。1位はどこですか？なんかこんな言い方やった今。緊張すぎやん。3日目よ。3日目やじゃん。はい、なれようよ。だから道は KYK。 あ、もう KYK です。さっき言いました。はい、あのさ、はい、上がりすぎ。本当にとんかつだけに。でいいかな。はい、じゃあ KYK かどうぞ。